はい、どうもこんにちは、ホッセルと申します。プレイステーション4のザ・ラストオブアスパート2の実況プレイですね。やっていきましょうか。前回で、WLF のノラを追い詰めて、置いてったんだ。それで、拷問の末、いろいろとね、宿敵のアビーの居場所を聞き出したりとかしたんだけど、お願い。そしてまた、回想シーンに入ったところからだね。では、今日もよろしくお願いしますね。多分ね、そのノラを問い詰めたときに、自分がファイアフライの研究所で眠らされていたときのことを聞かされたんじゃないかなと思うんだよね。それで全ての事実を知っちゃったみたいな。前回最後、かなり思い詰めたような表情をしてたよね、エイリーは。腫瘍は明らかに変異している。実験結果で我々の仮説を裏付けることができるか確かめよう。大きな一歩だ。これどこだろう？回想シーンで2年前になってるんだけど、今これどこにいる？ファイアフライのマークか。ファイアフライの施設なのかな、ここは。あれ？これだけど、前作の、その、例の研究所に似てない？このマップ、違うかな？ドンへ目録作って、これだけ貴重な医療機器を集められてよかったと思ってるよ、うんぬんかんぬん。だ、この辺りは、まあ、一時停止してお呼びいただくとして、とりあえずは進めていきましょう。物語の大バカな目的は、ジョエルの仇を討つことだからね。あくまでこういったテキストとかは補足の一部だと思うんで、今はとりあえず進めていく。やっぱりここそんな感じするよね。雰囲気的にかなり朽ち果ててるけど、一度来てるのかな、もしかして。1のストーリーが終わった後、2になるまでにかけて一人で来てるのかな、これって。私はあの男と女の子を追うって意見に賛成したけど、万が一あの子や他にも免疫のある人をこれから見つけたところで、どうしようもないって。ワクチンを開発できる人はもうこの世にいない。免疫のある人をこれから見つけたところで、どうしようもない。これから見つけたところで、どうしようもないって。ワクチンを。エリー、よかった。何考えてるんだ、真夜中に突然出てくなんて。なぜ黙っていった？書き置きだけ残されたら。教えて、ここで何があったか。また嘘をつくなら私は出ていく。もう二度と戻らない。でも本当のことを言うなら、それがどんなことでも、ジャクソンに帰る。ねえ、言ってよ、ジョエル。
クチンを作っていたら、お前は死んでた。だから止めた。待ってよ、なんで。私に指一本触れないで。ジャクソンには帰る。でももう終わり。真実は2年前に知っていたっていうこと？まあ確かにワクチンを作っていたら死んでたんだよね。ジェシー？誰もいない。で、時は戻ってシアトル3日目か。大胆無敵。ほらジョエル、お気に入りでしょ。ただその時にジョエルと生まれた間に生まれた確執がどのように埋まったのか、これと最終的に、それとも少しギクシャクした感じのまま現代まで来てんのかな。どうなんだろう。ここどこ？劇場の中にこんなところってあったっけ？まずは周り調べたいよね。アイテムあるかもしれないし。とはいえ、まあ特にね、物資はしっかり揃ってるはずだから、あ、だけど指のクラフト素材がちょっとあればありがたいかな。けどアイテムの一つもない。リーナ、あ、幕の裏か。これ人の気配がしないよね。お、収集要素のトレーニングカード、いいですね。なんでこんなところにあるのか置いといて、劇団員の誰かが持ってたのかな。この客席の真裏のところだったっていうことか。エリーが出ていたのは気配がないから、もしかしたら拉致られてるのかな。すでにディーナとジェシー、 WLF にこの劇場をアジトにしているってことを嗅ぎつけられて、もしかしたら2人とも拉致られてるのかもしれないな。ただ俺の中ではワンチャンジェシー裏切り者説が出てきてるんだよね。このゲームどんでん返しあるから。あいつ昨夜ずっと辛そうにしててさ。だったら起こしてよ。妊娠してる？そう。
前の気持ちはわかる。けど連れ帰らなきゃ。ここじゃちゃんと医者に見せることも。そのくらい分かってる。でもトミーを放っておけない。私のせいなんだよ。あんたが連れて帰って。お前抜きじゃ帰らないよ。だね。しゃあねえ。トミー探すぞ。例の水族館に行ってみよう。トミーはアビーを見つけてない。だから先回りするんだ。ここにディーナを置いてって平気なの？そうしろって。そっか。じゃあ行くって伝えよう。俺は外で待ってる。わかった。鍵かけに来てくれる？分かった。出発だ。水族館は海岸沿いだろ？ならこっちだな。うん。この町にいると濡れてばっか。じゃあここからはジェシーとパートナーで先に進んでいくってことか。いいよ。なるほど。一人だったらこの段差は乗り越えられなかったね。オッケー。二人になって初めてここから先に行けるってことか。パートナーがいるんなら戦闘もスピーディーになりそうだね。ジーナに行ったの？では進めていこう。水族館にトミー探しに行くこと？それともあんたがその建物には入っていきたい。違う。水族館の拠点？多分違うと思う。アビーの隠れ家だってノラが言ってた。動機は聞き出せたのか？うん。ジョエルはファイアフライと対立してたの。元ファイアフライだね。対立ってどういうの？ジョエルは元密輸業者でさ、密輸品の扱いで奴らと揉めて争いになって死んだ。その復讐でしょ？そうか。それ聞いて気持ちは？変わらない。一つ発見して、トミーを見つけたら帰るんだよな。うん。残りの奴らは見逃すことになる。ディーナを連れて帰らなきゃ。よし、分かった。そういう単純な理由じゃないと思うんだけどな。確かに、ワンでジョエルは序盤、ファイアフライのやつを殺して、密輸業者に。なんか騙されかけて、それで殺したんだよね。その復讐だとしたら、エリーがね、前回最後のような感じで取り乱すような感じ、雰囲気にならないと思うんだよね。だからもっと何か大きな復讐の目的があるんじゃないかなと思うんだけど、これは何か隠してるね。まあ、ともあれ、その水族館とやらに行って、アビーを見つけないと。アビーの隠れ家っていうことは、WLF の隠れ家ではないっていうことでしょう。もしかしたら一人でいるかもしれないよね、アビーが。こっち先行ける？あ、行けないね。建物を通って奥に行くしかないってことか。これは？何？今一瞬調べる
表示が出たような気がするんだけど、どうせよか。懐中電灯の光の反射だったか。この建物を経由して奥側に進んでいかないといけない。テープがないよね。テープがあれば指は作れるんだけど、刃物ばっかりクラフト素材あっても、もう持ちきれないんだわ。どうしよう。それならショットガンにしようか。ショートカットは戻ってくるかな。そうなんだよね、場所は知られてるから。俺たち大勢殺してきただろ、奴らの町で。こっちだって殺された。アビーたちもジョエルに復讐しに来たんじゃなかったの。ここはジャクソンとは違う。ジョエルとトミーはアビーを助けたけど、奴らは手当たり次第殺してる。出会い頭に撃たれたでしょ。ああ、だな。ディーナはいつ倒れたの。2、3日前かな。ここに着いた時、ウルフをぶっ殺したんだけど、しかも大勢。だろうな、あいつ情報だし。まあその復讐に、もしかしたらもうすでに WLF の本体はエリーたちに気づかれぬままジャクソンに向かって進んでいってる可能性もゼロではないよね。ここは床女で行けそう。こうして進むところには得てして何かがあるから、しっかり見ていかないと。あ、はいはいはい、改造台ね。いいですね。一回向かっとくか、改造台に。収集要素もある。まあ、弓矢の強化をね、早く終わらせたいところ。これをメインの武装で使っていきたいからね。これ安定性の強化ってどうなんだろうね。ブレ軽減しても、結局オプションのエイムアシストがデフォルトだから、あんまり苦にならないと思うんだよね。まあ、クソエイマーが偉そうに言ってるけど。あ、ついでに役も決めとくか。自己強化しとかないとね。61あるから。あ、これでかい。火炎瓶の強化。燃焼範囲に少し不満があった、正直、今のところは。普通の矢が今、クラフトできないから、ライフルをショートカットにしといて。指を作るためのテープが早く欲しい。あ、またハサミが出てきた。持てないんだよね。なんか今声しなかった。まあけどジェシーがいるから、不意に襲われてもまあ割かし安全っちゃ安全かな。さあアイテムある。お、テープだ。ありがたい。作れるかな？あ、まだ作れないな。もう4分の1テープが必要。矢を作ろうと思ったら。ここから先に行ける。ねえ、手伝って。よいしょ。え、これ進めとか。落ちたところで狭くない？こっち。あー、もう後戻り不可かな、これは。なんで黙ってたんだ、妊娠のこと。ほら、きっとディーナは落ち着いてから。どうやらスカートの全面戦争が近々起こるようだね、この会話を聞いてる限りは。とりあえずはあの一人になったやつを、やばいかも。何人もいるね。仕掛けるか。侵入者だぞ。よいしょ。来い。
してやる。それはこっちのセリフだ。お前が死ね。あ、クソ、エイムアシストがあるって言ってもあれだけしか体が出てなかったらさすがに当たらないか。まあ仕事人も真っ青の大立ち回りといったところか。弾もらうよ。まだいる。サイレンサーハンは必要ないね。やばい、立ってるしゃがまん。回り込まれてる。後ろから行くぜ。ほら、痛い痛い痛い。おっと残念。わぶね。あ、まだいんのか。ジェシー構えてる。ちょっと回復させて。結構食らっちゃった。来てるね。左の方にいるわ。いますよ。この距離だったらスナイパー。あ、あ、場所バレてないね、これ。さて、どこか。ここですよ。もうちょっと前進してきてください。後ろからかっきるから。残念だったな。寝てていい。モブキャラが中に入ってこう。どの口が言ってる。集団と争ってるらしいよ。俺も聞いた。セラファインだか、セラファイトってやつら。スカーって呼ばれてたね。出くわしたの。いや。ラッキーだね。セラファイトが正式名称かな。スカーのやつらの。そんな感じがする、今の会話から察するに。なるほどだ。名前にセラファイトって出てきてたから、セラファイトって何って思ってたけど、スカーのやつらの正式名称ね。いただき。お、回復アイテム。ヒット使わないでよかったかもな。他には何もないかな、ここ。家計にはダメージだけ与えておいて、こういうのはしっかり壊していかないとね。このカウンターの中入れるかな。ダメだ。もう一つ向かいに建物あったよね。あ、布あんじゃん。こんなところにもアイテムがしっかりと。よし、瓶もあるし、これ分投げれば比較的安全に敵一人葬れるからね。ここまで来てようやく少しずつ使い方を学んできたわ。もともと学びが遅い男なんで。こっち側の建物にも入っていきたい。お、こんなところにも近接武器が。ただ、バールの方がいいよね。耐久力高いから。回復アイテムもあんじゃん。そして、ヤクでしょ。おっと、開けられる引き出し、しっかりと漁っておきたい。シャッカーの弾だ。これはありがたい。貴重です。乱戦になった時には非常に便利だからね。乱戦になる前は、別に使う必要ないんだけど、いざ敵に発見された後に強い。ショットガンは。こんなところかな。よし、それでは先に住まいに一回切りましょうか。あ、ちょっと待って、ショットガンの弾あんじゃん。持てねえか。今使えばよかったな、今の戦闘で。はい、ではここまでにします。ありがとうございました。